ぐ田島祇園祭。駅前ではシャンギリの音が毎日聞こえています。シャンギリ保存会では毎週日曜日、福祉ホールで練習を行っています。今年は子どもたちのメンバーも増え、賑やかになりました。シャンギリ保存会の様子をご紹介します。800年以上の伝統を持つ田島祇園祭。祇園祭が近づくと聞こえてくるのがシャンギリの音です。三味線と笛、太鼓の調子の良い音楽。街にシャンギリが流れ始めると、大人も子供も気分がワクワクしてきます。田島祇園祭といえば、日本一の花嫁行列で有名な七穂街行列です。毎年7月23日の朝行われる七穂街行列では、街にシャンギリが流れ、行列を盛り上げています。シャンギリは祭りで町を練り歩く屋台からも流れ、威勢の良い屋台世話人や屋台に乗る子どもたちは祭りを盛り上げます。屋台は子どもたちを乗せながら運行し、芸場では子ども歌舞伎が上演されます。私たちが生まれた時から祭りに欠かせないシャンギリ。現在シャンギリ保存会では月に数回練習を行っています。練習で技術を磨くとともに、地域の文化芸能を後世に残すため、小学生や若者への指導も行っています。今年はメンバーに田島保育園の先生や小学生が増え、賑やかになりました。笛や太鼓では小学生も大人と同じように上手に演奏できるようになりました。笛ってどのくらいなの？今年から？笛やってんの？去年から。この笛は学校の笛とちょっと違うの。大丈夫、違うよね。本当シュウペイ、難しいよね。なんか全然20人、23人、どっちもダメだよ。去年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 小学校去年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 去4年生、かっこよかったね。シャンギリは22日オープニング終了後と、23日朝7時より中屋台で生演奏が行われるそうです。
今笛が不足してるからね。疲れてきた。だんだん笛もだんだん速くなっちゃうのね。できてくるとだんだん簡単になっちゃうから。ちょうど一番最初が良かったってこと？そうそうそう。うん。だからあの笛がだんだん疲れてくると速くなっちゃう。どうしてもこう息がね、息が。そうなんだ。笛が大変なんだ本当。だからもっとたくさん笛がいるとみんな助かるんだよね、お互いに。あれは死の笛でいいんですか？死の笛、死の笛ですよね、これね、死の笛。名前は死の笛で。でも笛が、じゃあ子供増えて力、そうなんですよ、心も入ってもらって力強いし心強い。心強い、よかった。はい、ねえ、忘れた。22が12時半で中屋台、中屋台で次の日も7時から中屋台、うん、朝ね、はい、23は朝、そのほか行列の前に、そうそうそう、行列を迎えてこう送っていくの、うんうんうん、